よいしょよいしょやったねいやとてつもなくでかいやつね、もういくらでもいる平場を落とすのが楽しくてワクワクするようなエリアです。ディープ平場だと、まあ、200m ぐらいのエリアまでもうマダイが生息しているし、まあ、そのおかげで大きなもうマダイが狙えたりなんかするっていうところはなかなか面白いエリアかなって思いますね。はい、今日はですね大マダイの聖地、静岡はね御前崎の伊達丸さんにお邪魔しておりますね。もおはようございます。おはようございます。どうなんですか、どうなんですか。この前までなんか10キロ、いや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 、それがですね列の乗っ込みチャレンジがちょっとこれは終わっちゃったんじゃないかなと来ましたよ。逆にこれは一番難しい季節に入ったんじゃないかなと。そんな中でもね、うん、今日はねあのホームの陽、はい、ちゃん、鈴木陽太郎さんが、はいね、あの一緒に釣りをしてくれるんでね、はい、まあ、私はね大船に乗った気持ちでね、はい、私は釣らなくても陽ちゃんに任せたらもうどうにかなるでしょう。いやもう、ね、お蔵入りは免れるでしょこれ、ね、お前だけホームで活動してますんで、はい、まあ、愛さんに迷惑のかからぬように、いやいや教えてくださいよ本当大きなマダイをね、はい、取りたいと思いますんで、はいはい、また頑張っていきますんでよろしくお願いします。そうですね、はい、大丈夫、はい、大丈夫やれるよやれるの、タイを釣りに来てる、やれるよ、やれるよ、大丈夫、大丈夫、まあまあじゃあね、行きたくないけどね、はい、行きたくないけど、はい、頑張りましょうか、頑張りましょうか、はい、はい、じゃあ頑張ります、頑張ります、はいよ、はいよ。はい、今日ね私が、最初に選んだルアーはビンビン玉ネオの 234g にフィネスカーリーね、蛍光オレンジと、レッドゴールドフレーク、定番中の定番、外海の定番、そんな感じのルアーで行ってみます。アイさんが赤とオレンジなんで対照的に、はい、狙ってみます。御前崎の定番カラーとか、はい、定番ネクタイ、はい、そのルアーに関するものって どんなレパートリーっていうか。そうですね、やっぱ定番はオレンジと赤を一日中やってれば、うん、まあ、何かしら、はい、釣れるという感じなんですけども、うん、まあ、時に緑系が、うん、カンパチだとか、はいはいはい、青物に強い時がありまして、うん、で、タイを釣った後にちょっとカンパチ釣りたいなって時は今カンパチ釣ろうと半分、あ、そうなんや、で早巻きがいいですね、あ、はい、青物は、青物は、はい、でタイもやっぱり浮いてる時は多いイメージがあるので、あ、緑、はい、うんうん、巻きスピードは結構速いやんね、はい、速いですね、速い方やんね、はい、それはここの地域性とかじゃなくて、やっぱ朝活性がいいの、あ、ま、やつを狙っ て、はい、狙って、でそこからまあ釣れればそのまま貫き通して、はいはいはい、なるほど、早いのから始めるタイプやね、そうですね、はい、お客さん、他のお客さんとかも早い人多い、はい、この辺、そうです、まちまちですね、やっぱり、はい、デッドスロー、あ、デッドスローとかもある、一日中やる方も、へ、はい、それはその もちろんその時々でその人が当たったり、そうですね、はい、もう釣れた方の真似をするような感じで、うんうん、おー来たよ、そこべったり当たれ、持っていけよ、持っていけよ、あっしゃよっしゃよっしゃ、もうベッタベタやったわ、おっしゃ、狙い通り、おいしょやったねー
よいしょっやったナイスター、あーね、大喜利あのね、そこべったり、本当のそこべったり、もう根魚と間違えるぐらいそこべったりでした。はい、ビンビン玉ネオのね234にね、フィネスカーリー、やっぱりね外海の、最初に使う、ね、サーチベイト的な感じでフィネスカーリーの、まあ、それもサーチベイトカラーなオレンジと赤ね、まあ手堅く行かないと、行っててよかったみたいなね、そんな感じです。いいフッキングだ、塗ってるよ、塗ってる、下顎上顎とで、まだ出ていってるもんね今ね、そこにもうべったりついた魚でしたね、産卵後の、うん、メスって感じやったんですけど、まあ当たりもまあ小さくはないんやけど、魚ってわかる程度で、でもね途中のファイトもね、なんか最初 2,30 メートル下からはまでは普通に引いてたんですけどね、元気がなくなるのも早くてね、やっぱりアフターの魚なんでかなり送って、うん、かなり送ったから、まあかなり深いフッキングにはなってたんですけど、まああれぐらい、まあ産卵後とか、あ、例えば、シーズン中でも、うん、今日活性悪いなと思う時はね、あれぐらい送ってもらうと、うん、いいかな。今ね使ってる竿が VCM511 の SUL ね、外海のディープのために作ったね、ロッドなんですけど、まあなんていうんですかね、重さもだいたい 120g ぐらいから、234まで私は使ってますが、まあトルクがあって、しなやかなんで、まあ柔らかさの割には重たいところも引いて、あとショートレングスなんでね、回収とかでね、この竿を支えてる手も疲れも軽減されてね、結構ディープでは定番の竿です。来たよこれ、前あたりめちゃちっちゃいですねねえ、そこべったり5、6巻きで前あたりがあって、そっから10巻きぐらいで追っかけてきた感じ。諦めたかなと思ったら諦めてなかった。いやエクストラにしてよかった。来た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 。お、お。かかれかかれ頼む。よいしょ。ダブルヒット。ダブルヒットだね。おお、よし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 。オッケーですね。よいしょ。はいはい、まあまあよし、はい、ありがとうございます。やりました。こちらがエクストロの 69XSUL 一番柔らかい送りがけの竿ですね。愛さん のファイトを見てますと、やはりマダイが追っかけてるのか追っかけてないのか、ボトムに張り付いてるような当たりでしたので、こちらの竿で違和感なく口を使わせるように、エクストロに変えました。そしたらやっぱりマダイの当たりがあった時も、これ当たりなの、なんか小魚がつついたかのような当たりだったんですけども、巻き続けているとマダイ特有のコン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 グッという持ってくような当たりになりましたので、エクストロに変えてよかったなと、はい、実感してます。さっき釣った、はい、ようちゃんが釣ったマダイからなんか、はい、口から出てきてた。そうですね
口からちょっとあの、ね、オレンジのオレンジのゼリーみたいな、ガムみたいなゼリーみたいなやつよね、はい、あれなんやろ、ウミウシとかなんか、はい、イソギンチャクとか、あ、はいはいはい、なんかあんまりまあ私らから見て見ただけの主観的な私の主観やねんけど、あんまり餌じゃない、そうです ね、はい、なんか私らのとこやったら餌がない時にこんなん食べてるわっていう解釈の仕方したりやけど、はい、まあ多分あの活性当たりの小ささから考えてああいうもんしか食べれないやね多分、はい、だからルアーに来てくれたタイはもう意を決して最後の力振り絞って多分追いかけてるからそんな感じですね、乗りにくい、はい、ね、そんなんがまあまあああいうのを食べてる時、うん、そういうのがね活性が低い証拠やし、まあオレンジね、ようちゃんもオレンジに変えて、私もまあ初めからたまたまオレンジつけてたから、もしかしたらそういう色でね、今食べてるもんに、色合わせるとなんていうかな、食べようか食べないよ、食べんとこうか迷ってる魚もね、あなんか食べ慣れた感じみたいなんて違和感なくね、最後そこでもしかしたら当たりが出る出ないが変わるかもしれないんでね、今のところまあまあオレンジ、そうですね、オレンジ、オレンジ当たってるんで、はい、私は初めは赤、うん、あやんね、で次に緑を、うん、セレクトしたんですけど、やっぱり当たりはなくて、うん、でやっぱり愛さんが当たりを取ってたのでオレンジ、オレンジかなと、ね、はい、ね、結構オレンジ変えて一発でしたもんね、うん、はい、一日貫き通せば、ね、どうにかなるってオレンジトークに花が咲いたねそんなめちゃくちゃやで、ね、やっぱりオレンジですね、やばオレンジやね、はい、今日は多分オレンジ、もうこれは固まったね、新しいビンビン玉ネオ雷流ね、これ1コロ 156g にね、さっきのユニット、ユニットそのままね、針も、ネクタイもね、フィネスカーリーで、はい、ちょっとね、ヘッドの動きを出したいと思いまして、雷流やってみたいと思います。まあ雷流と、ビンビン玉オリジナルの丸玉との、使い方とかね、違いね、それはね、最大なところは、動き、雷流はね揺らぐという、うん、丸玉の方はね、そのまま静かにねずっと上がってくるんですけど、まあ目で見てわからないぐらいのゆっくりこうふわ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 と、まあ、タイにはねそれがなんていうかな、差が出るというかね、超過に、まあ例えば私なんか使うところで言いますと、こうやって活性の悪い時、ちょっとした揺らぎで、食べるか食べないかの瀬戸際みたいな時に、その揺らぎでリアクションバイトさせる、まあ要はリアクションバイトですよね。まあそのね、ルアーをずっと昔からやってる方はリアクションバイトって言うたらカッ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 みたいなあんなをイメージすると思うんですが、タイの場合は、皆さんご存知の通りタダ巻きで、タダ巻きが一番よく釣れる魚なんで、そこまでのリアクションバイト、リアクションをルアーで出すとね、アクション出すと釣れない。でちょっとした揺らぎと、で十分リアクションになるんで、そういった使い方が一番の特徴で、二つ目がね、こういったドテラの時、斜めに引く時に、普通にね丸玉を巻くよりも、上の、層に早く到達する、まあ軌道で言えばこう斜めに底を舐めるようにくる丸玉と、どちらかというと上上上上上がろうとするね、雷流と、この使い分けでね、遠くのレンジ、高いレンジ、ね、を狙う時とかね、雷流やりやすいです、うん、まあ、そんな感じでね、雷流もうなんか食わない食わないみたいな、今日みたいな日にね雷流を投入してね、当たりの違い、こっちがやっぱり当たってくるようやったら雷流正解みたいなね、そういう使い分けしてもらえればいいと思います。おお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 お、いけいけいけ、来た来た、しゃあ、おっしゃー、タイっすね、タイっすよ、はい、ナイスティー、はい、ありがとうございます。いや、やっぱ今日オレンジですよ、オレンジ、雷流のネオ
やりました。ネクタイはカーリーです。今日はオレンジパターンハマってますね。来た。よいしょ。大流っすね。大流ですよ。おお、いい形っすね。やっぱね、サイズいいっすね。おお、でけえ。おお、やってるわ。やりましたね。やったー、やったねー。ありがとうございます。大流ネオでマダイゲット。一撃やったね今。いやー面白くなってきた。来たよ。よいしょ。よいしょ。はいよ。おっしゃー、ダブルヒットね。大流ね、さっきまでね丸玉使ってたんですけど、やっぱりねこう潮もなく風もなく、なかなかねシビアの時大流するとね、ちょっとの揺らぎでこうやってね食うか食わないかの外際の魚ね取っていけるんでね、ほんと一瞬の地合いでした。一瞬の地合い取れるの多分大流やったからかと思います。いえ、これね今2人が釣ったルアーです。ヘッドはね2人とも大流の1コロね、大流ネオで、ネクタイがヨウちゃんの方はマイクロカーリーの、はい、しましまレッドと、はい、カーリーの、オレンジゴールドフレーク、はい、私の方が、両方ともフィネスカーリーのオレンジゴールドフレークと、レッドゴールドフレークね、よく似た感じのねチョイス。ちょっと波動違いやけど、なんかね曇ってるし、こんなゴールドラメとかよく聞く状況やから、こういうのが良かったのかなと思います。でやっぱり何を言ってもね、ちょっと浮いたね今一瞬、はい、やっぱり大流ね、そういう時にそうですね、ボーっと浮いてね、ね餌で浮くんじゃなくてボーっとした魚ね、それをね捉えるのはもう大流とかのその揺らぎ、多分ねそれが効いた、そんな感じの消化だったと思います。はい、これ以上もうないやん、もう夢の七丸しかないやん。そうっすね。おさあだよ。でかいっすよ。大流で70。やっちゃったこれ。やっちゃったね。やっちゃったね。おお。終わった。やりましたねこれ。終わった。さあ。雷流ネオで釣れましたー。イエーイ、出たよー、出たよもう本当最後の最後ね、はい、ね時間最後ギリギリで、すげえ、ありがとうございます。じゃあ70でかいな。もう5、6センチ下から上がれば74センチ。よかったよかった。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、なんかさ、前評判というか、はいはいはい、ね、あの難しいね、難しいって言ってる割にはいけたんちゃいます。というか120点はもう取れたでしょ今日は、ね、まあそうですねまあ産卵が終わってからちょっとまあここ5月に入って、うん、だんだん厳しくなってきて、うん、だいぶ厳しいよっていう事前情報でしたけどね、うんうん、まあドアフターで、ね、あれ、うん、意外にね、朝勝負やったんでね、そうですね、朝勝負っていう、まあ、うん、まあ前から聞いてたんですけど、いや朝、まあ、うまくいったなって思って、うん、まあ、途中やっぱりねドアフターのめちゃくちゃ難しい時間もあったんですが、うん、最後なんとか修正して追い込んでね、まあまあの、まあ、ね、まあまあのビッグフィッシュ釣った、ね、ようちゃんに、はい、一言、はい、やっぱり雷流ネオのおかげで、はい、70オーバーのマダイを上げることができました、はい、もう本当感謝感謝で、はい、ありがとうございます。ね、こんな感じで、はい、まあ、無敵の伊達丸、ね、まあ、皆さんもね、また、どうですか、ね、こんな感じで、ね、まあ、ドアフターの難しい時期やったんですけど、なんとかね、なんとかというか、すごくうまく、成立してよかったなと思います。はい、そんなわけで、またね、皆さんに会える日まで、ね、さようなら、さようなら